それではですね、時間となりましたので、今から大学丸明かり説明会の方を始めさせていただきます。本日は石巻専修大学オープンキャンパスにようこそいらっしゃいました。この大学丸明かり説明会を担当させていただきます、入学試験担当の高崎と申します。どうかよろしくお願いをいたします。さて、本日説明させていただきます内容はこちらとなります。 大きくこの3点となります。なお、説明内容の一部は配布資料のこちら、大学案内にも記載してございます。後ほどご覧いただければと思います。最初は石巻専修大学とはです。本日、初めて石巻にお越しになった方、いらっしゃるというお話を聞いております。初めていいいいらららっっっしししゃゃた方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか はいあ、ありがとうございます、えー。石巻専修大学のあります石巻市につきまして少し紹介をさせていただきます。それでは地図をご覧ください。キャンパスのあります石巻市は太平洋に面する港町で全国でも有数の水産都市で有名でございます。 その他の特徴としましては、漫画の街としての観光地でもありまして、多くの観光客が訪れています。また、2020年度 SDGs 未来都市にも選定をされています。次に、専修大学との関係です。石巻専修大学は専修大学の系列校となります。ご参考までに専修大学は 約140年前の1880年に創立しまして、東京の神田と神奈川の川崎にキャンパスを持つ大学です。運営母体が同じですので、本学に在籍しながら、専修大学との連携による支援を得ることができます。例えば、本学の経営学部では、大学3年生の半年間、 神奈川県の専修大学経営学部のゼミナールに所属し、履修した事業科目の単位が認定される国内留学といった制度があります。約半年間神奈川や東京での生活を経験してみたいという方には大変魅力的な制度でございます。さらに、本学の学生が東京で就職活動を行う場合、 先週大学のキャリア形成支援課という就職支援を行う場所部署がございますそちらの方も利用ができますまた卒業生で組織しております交友会という会がありますが全国で活躍している先輩との交流が得られる点も大きなメリットです一例ですが系列校としての特徴に関する紹介でした次に 石巻専修大学の特徴についてです。特徴を表すキーワードを4つ紹介いたします。こちらです。早速具体的に見てみたいと思います。まず最初に広大で自然豊かなキャンパスです。画面をご覧ください。こちらはドローンで撮影しました大学の前景です。とにかく広いです。敷地面積は42万平米メートルあります。 他の施設と比較してみますと大阪にありますユニバーサル・スタジオ・ジャパンの約1個分の敷地面積となりますご覧の通りの環境ですので人の多いところは苦手な方あるいは季節を感じながら生活したいという方には最適な環境かと思いますまた キャンパスの中には約800台もの学生専用の無料の駐車場がありますので、車で通学することも可能となります。そして何よりもこの広大で自然豊かな環境を生かした事業が数多く展開されているというのも魅力です。こちらは石巻の環境を生かした事業の様子になります。大学の近くにあります円周林では植物を採取することや、また 海に行って海洋生物を調査するといった実習事業など特色のある事業を展開しています二つ目の特徴石巻地域唯一の大学です大学案内でも紹介しておりますけれども経営学部の学生が石巻地域におけるおすすめのドライブルートを調査し二つのルートを考案いたしました 自動車を提供していただきます社団法人の協会とシステム開発を提供する企業の担当者にプレゼンテーションした結果、石巻の観光情報を案内する観光ナビが実用化されました。現在、石巻を訪れる観光客に利用されております。それでは地域資源を活かした実践的な学びの事例を映像で紹介いたします。 私のゼミの目的は将来まちづくりのスーパープレイヤーになってもらいたいと思って、えー、ゼミを展開しておりますスーパープレイヤーというのは専門的な知識を持った専門家でありながら誰よりも動くことができる人を意味しております大学というのは えー、専門的知識を学ぶところではあるんですけれども社会に出た時はその専門知識を生かしていかなければいけないと思っています。なのでとにかく、まあ、学ぶながら動くそして動きながら考えることができるそういったことを一番大事なポイントとして教えております実際に街に出て地域の方と話すことで地域の現状を知るまた 何を課題として乗り越えなければいけないのか、地域の方と一緒に共同することで、まあ、彼ら自身もですね学んでいっているのではないかなというふうに思っています。これからの社会を担っていくのは今の大学生そして中高生だと思っています。今 SDGs っていうふうに言われてますけれども、持続可能な社会のあり方をやっぱりこの若い世代が一生懸命考えてほしいなというふうに思っています。 のまちづくりに貢献できました。面白楽しく活動できました。長年に渡る。はい、ありがとうございました。三、えー、つ目の特徴となります、えー。学びの分野や特色を紹介をいたします。 本学は学問領域の異なる理工学部経営学部人間学部の3学部7つの学科からなる総合大学ですさまざまな専門知識を持つ先生がいて学部の垣根を越えた交流や授業を展開していることは最大の魅力ですここで学科の学びの特色について簡単に紹介をいたしますより詳しく知りたい方はオープンキャンパスプログラムの学科説明にぜひ 今日ご参加くださいいそれでは簡単に紹介をいたします,生物科,学科です生物科学科は東北の私立大学で唯一生物科学を総合的に学べる学科です。また海洋生物、動物、植物、微生物それらを一つの大学で学べる私立大学は全国的にもあまり例がありません。 生物科学全般に関する教育、研究を通して、生命科学の探求、環境の保護、再生、修復を担う技術者、そして多様な生息環境を守ることの必要性を伝えることができる人材を育成していきます。次に、機械工学科です。すべての産業の根幹であります、機械工学を基礎から学び、最先端のエンジニアリングにも柔軟に対応できる、 応用の効く技術者を養成します取得できる資格としましては工業の高等学校教員の一種の免許状二級のガソリンとディーゼルの自動車整備士受験資格となります情報電子工学科です人工知能や計算機システムを支える情報通信技術 IoT 社会の進展を実現する通信技術と 基幹産業を支えるエレクトロニクス技術社会インフラを担う電気設備の設計運用技術に関するエキスパートを要請いたします経営学科ですより高度なマネジメントや会計地域や観光に関わるマーケティングについての学びを深めていきますそして企業や地域社会が抱える課題解決組織や社会を変えることのできる提案 その実行に至るまでそういった内容を要する能力を要請いたします情報マネジメント学科では経営学やプログラミングの知識を身につけながらデータ分析や情報通信技術などの知識技能を習得していきますデータ分析や情報分析ですねこういったデータに基づく内容を深めていきますさらに経営戦略論 データ分析経営情報システムなどの専門科目に進みながら身につけた知識や技術思考方法を活用し企業などが直面する課題の解決に臨んでいきますデータに強いビジネスの現場で活躍できる人材を養成いたします人間文化学科では言語言葉ですね、えー、言語や芸術地域社会学福祉など 地域のの発展とと文化の振興を支えるる多様なな専門分野について深く学べる学べ科となります人間教育学科でございますが保育教育全般にわたる知識と子どもたちとの接し方や関わり方など実践力を高めながら保育所幼稚園小学校などで活躍できる人材を養成いたしますさらに学びの特色として 学科間ジョイントプログラムという制度があります。これは自分が所属する学部学科以外の事業を履修できる制度です。学部や学科の壁を越えた専門科目の事業を履修することにより、進路選択の幅を広げる機会ともなります。まさに分離融合、分野横断による人材育成の取り組みといえます。4つ目の特徴です。少人数教育です。 こちらの数値は教員1人当たりの学生数を表しています。スライドの A から D 大学は宮城県内の私立大学です。他の大学ですと教員1人当たり21人以上となりますが、本学では16人となります。これは教員との距離が近く、密度の濃い教育が受けられるという教育環境のことを意味しております。学生からは先生が熱心に教えてくれる、 わかるまで指導してくれるなどの声もあり、事業科目全般に対する満足度は高い様子がうかがえております。これも、少人数教育に力を入れている本学の特徴と言えます。そのような少人数教育の環境の良さというのは、就職支援にも生かされておりまして、4年間を通じて就職活動をサポートしていきます。独自の支援プログラムと経験豊富なスタッフによる きめ細かい指導で学生一人一人の目標実現を後押しし納得のできる結果を得るためのサポートを徹底していきます。一年次からキャリアに関する事業が始まり大学生活の目標や将来どうなりたいのかというキャリアの設計を行います。二年次にはキャリア開発という事業で自分の視野や可能性を広げ三年次では インターンシップや就職活動に必要なビジネスマナーなどを学んでいきますまた進路の相談においてはキャリアカウンセラーなどの専門資格を持った相談員が配置されていますその上で教員・職員が連携をして顔の見える支援に力を入れており一人一人に合わせたいつでも対話のできる体制となっておりますさらに 資格取得のサポートにも力を入れていますので、入学後にはぜひ資格取得にチャレンジをしていただきたいと思います。とりわけ、英語資格の TOEIC では目標管理がしやすいこともあり、受験するごとに点数アップを目指す在学生も多くおります。その他、公務員試験対策などの試験勉強への手厚いサポートも充実しています。また、住居のサポートとして、 キャンパスの敷地内に学生寮があります全室・個室部屋で朝と夕方2食付きとなっておりますその他としまして小学生制度の紹介となります授業料の40%相当額を4年間免除する進学サポート小学生制度があります申請資格は保護者の所得を基準に審査をしています 出願の時に申請をして合格発表の時に採用が決定するため煩雑な手続きはありません。なお申請時の留意点として給付型奨学金プラス授業料免除となる高等教育就学支援申請度との併用はできません。また大学案内の74ページには今年度の学費を掲載しております。 特徴としては事業料を4回に分けて収めることができる分納制度がありますので計画的に収めることができます自宅から通学を考えている方には自宅通学サポートバスの利用がおすすめです学生専用のバスとして岩手県の北上駅、一ノ関駅のほか月立て、古川方面からも運行をしております 学生生活は学業や研究などの成果活動はもちろんそれ以外の課外活動を充実させることによって一層学生生活が充実します積極的にサークル活動に取り組むことで学科や学年を超えました人間関係の構築やコミュニケーション能力の向上社会に出ていく時に役立つ経験も得られる機会となるでしょう是非課外活動にも参加して学生生活を楽しんでもらいたいです 最後に入学者選抜の紹介となります詳細は入学者選抜ガイドにもまとめてありますので後ほどご覧いただければと思いますまず入学者選抜の区分ですが総合型選抜をはじめ多様な入試制度、まあ、入学者選抜制度があります一人一人に適した受験の機会が得られる状況となっています こちらはですね、入学試験の流れを時系列にまとめたものです。大学によって出願期間や試験日は異なりますが、全体像として、8月以降の動きとして捉えていただければと思います。ここでは、本学における入学試験の種類と流れを理解していただければと思います。選抜試験の実施時期に着目しますと、 年内に実施します総合型選抜と学校推薦型選抜年明けに実施いたします大学入学共通テスト一般選抜となります本学の選抜制度区分は大きく分けて小論文面接型と筆記型となりますまず選抜区分日程で最初に実施されます総合型選抜です総合型選抜は 一人一人の多面的な能力や個性、大学入学後の学習意欲や熱意など、総合的に人物を評価する選抜試験です。その観点から、標定平均値による出願基準は設定しておりません。選考方法は、60分間の小論文、面接官2人による約20分程度の個人面接、調査書、大学入学希望理由書の書類審査となります。 学校推薦型選抜の一般公募推薦ですが、選考方法は小論文、面接、書類審査となります。面接は二人の面接官による個人面接です。時間は15分から20分程度です。また、推薦基準が学部学科ごとに設定をされています。続いて指定子女推薦。こちらは、 学校法人、専修大学の同窓生の指示を対象とした選抜となります。えー、合わせて資格取得者推薦というのもございます。まあ、高度な専門職を志す受験生を対象とした制度で、対象学部は経営学部のみとなります。本学が定める簿記関係の資格、または情報関連の資格を取得していること、推薦基準を満たし、かつ高校からの推薦があれば出願することができます。 指定校推薦と石巻地域特別指定校推薦です。選考方法は面接官2人によります15分程度の個人面接と望亡留書などの書類審査となります。ここで年内に実施される入学者選抜において小論文や面接に関する評価のポイントをまとめておきました。小論文試験では ま第三者に提出する視点でしっかりと構築することが重要となります面接で気をつけていただきたい点です志望由書などの提出書類との整合性となりますつまり提出書類と面接時の回答の食い違いがない点が大事です入学後の目的や熱意などを自分の言葉で語ることが重要となります 特に面接対策として志望動機を固めるという観点から大学案内やホームページそしてオープンキャンパスでの体験を通して情報収集を行い受験対策をされている方が多い傾向にあります。本学学学学ででのの勉学を強く希望し、高学心旺盛で一般学生の模範となり、 将来は社会の様々な方面で活躍したいという方におすすめの選抜試験です。えー、合格しますと4年間の授業料、施設費相当額が全額免除となります。学力検査と志望理由書の審査によって選考を行います。ぜひチャレンジをしていただきたいと思います。次に一般選抜について説明をいたします。えー、一般選抜は 本学独自問題を回答する選抜試験となります。平均得点60点を目安に作大をしています。まず A 日程ですが、指定3科目の300点満点の試験と調査書を活用して合否判定を行う3科目選抜と大学入学共通テストの高得点1科目を加え400点満点とし、かつ調査書を活用して判定を行う 大学入学共通テストプラス選抜の2種類があります。B 日程、C 日程ですが、指定する2科目を120分で回答してもらいます。2科目200点満点の試験と調査書を活用して合否を判定いたします。最後は大学入学共通テスト選抜です。 試験日程は3回あり、それぞれの日程によって合否判定が異なります。A 日程ですが、共通テスト受験前の出願となります。複数教科科目を受験した場合は、高得点の科目を対象科目とし、調査書も活用して判定をいたします。B 日程ですけれども、高得点2科目を利用し、かつ調査書も活用して合否を判定いたします。C 日程ですが、 高得点過13科目による判定となります受験した高得点3科目の中から高得点1科目を150点に換算し3科目の合計点と調査書活用で判定をいたします以上入学者選抜に関する概要となります限られた時間ではありましたけれども人や知識 人や地域ですね学問の幅をもう広げながら学べるという本学ならではの特色が少しでもイメージしてもらえれば幸いですぜひですね石巻専修大学で自分なりのとんがるポイントを見つけていただいてその頂点を目指して成長してもらえればと思います最後に在学生のとんがりの部分をですね紹介した映像をご覧いただきたいと思います 以上、大学丸分かり説明会となります。ご清聴のほどどうもありがとうございました。